バールスブルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル群2971年から2020年まで、存在した町である。この町は、隣町のオーバーベーザーと合併し、新たな自治体ベーザータールを形成している。バールスブルクは、北ヘッセンの最も北、ハンミュンデントバーとカールスハーフェンとの間、ゾリングット、平ツークキッフィング、ラインハルトの森との間に位置し、 ヘーンツーク・キッフィングの背後には、ブラムバルトが控える。シュビュルメ川がこの町を流れる。東から流れてきた、この川は、リッポルツベルク地区でベーザー川に合流する。バールスブルクは、北は、ボーデンフェルデと、市町村に属さない地区である、ゾリング、東はウスラー、南は、オーバーベーザー、西は、市町村に属さない地区である、グーツベチルュク・ラインハルツバルト、北西は、 オーバーベーザーの飛び地であるゲビッセンルー地区であると境を接する。自治体としてのバールスブルクはリッポルツベルク地区とフェルナバールスハウゼン地区の二つの地区から構成されていた。マインツ大主教ルイトポルト一世は1059年に木造の礼拝堂をリッポルツベルクの集落に建設した。フェルナバールスハウゼンの集落は1233年にウォルシュ村として 初めて記録されている。この名前は後にウォルスハウゼンと変化した。18世紀にフェルナバールスハウゼンはヘッセン最大のリンネルオリ漂白の町として知られている。ヘッセン州の地域再編に伴って1971年にリッポルツベルクとフェルナバールスハウゼンが合併して自治体バールスブルクが成立した。この名前は 両地区の間にある完全に破壊されたカロリング町時代の避難城塞の遺跡に由来する。バールスブルクのリッポルツベルク地区は1980年から世評の高いルフトクアオルトであった。2018年10月28日にヘッセン州衆議会議員選挙と並行して行われた住民投票で過半数の住民がオーバーベーザーとの合併して新たな町村。 ベーザータールを形成することに賛成した。オーバーベーザー住民も同時に行われた、住民投票で合併に賛意を示した。合併は2020年1月1日に行われた。バールスブルクの紋章は、向かって、左側の赤字に白い柱は、リッポルツベルクの修道院協会を示している。向かって、右側の緑の草地の上の白いリンネルが、緑と白の線で、 表現されている。これは、かつてのフェルナバールスハウゼンにおけるリンネル漂白の歴史的重要性を表現している。ディッポルツベルクの聖ゲオルク、聖マリア修道院教会、バールスブルクは、ドイツメルヘン街道に参加しており、勇ましい地味の仕立て屋の像がある。ディッポルツベルク修道院教会では、毎月コンサートや催し物が交代で行われている。 普遍のプログラムとしては、聖金曜日のコンサートとアドベントミュージックがある。リッポルツベルクの聖ゲオルク、聖マリア修道院教会は、12世紀の最も重要なロマネスク建築の一つに数えられる。この建物は、1142年から1153年頃に建設された。この教会の荒いライバンは13世紀に作られたものである。 フェルナバールスハウゼン地区の11世紀に建設された聖マルガレーテ教区協会ではゴシック様式とロマネスク様式の壁を見ることができる。この壁は20世紀に高額の資金を費やして修復がなされた。リッポルツベルク地区のメルヘンフェリーバールスブルクの町は連邦道 B85 線沿いに位置する。フェルナバールスハウゼン地区には鉄道ゲッティンゲンボーデンフェルデ線の駅がある。 メルヘンフェリーが、リッポルツベルクと、フォアベルクを結んでいる。ベーザー自転車道が、ハンミュンデンからクックスハーフェンまで伸びており、リッポルツベルクを経由している。バールスブルクの町で最も重要な雇用主は、キッフィングの200から220メートルの高台にある、リッポルツベルク診療所、リハビリテーションセンター GGMBH で、ここには、職業教育訓練所もある。ありがとうございます。